二は、グレゴリオ歴で年始から95日目にあたり、年末まで、あと270日ある。ヤコブ・ロッゲフェーンが、イースター東欧発見正論を機会戦、日本海軍が、英国東洋艦隊に勝利。画像は撃沈された従順コーンウォール赤石海峡大橋海通哲学者、政治思想家、トマス・ホッブズ誕生。ロココキの画家、ジャン・オノレ・フラゴナール誕生。 画像は、ブランコ下界ジョゼフ・リスター。アルコール消毒を発案した、染色大説の提唱者、ウォルター・エサットン誕生、ミュージック・ホールの女王の異名を取ったシャンソン歌手、ミスタン・ゲット指揮者、ヘルベルト・フォンカ・カライアン・ベトナム戦争家の、南ベトナム大統領、グエン・バン・チュ政治家コリン、パウエル・コギ学を提唱した受学者、伊藤人才道派の画家ワン・クラムスコイボツ。 画像は代表作、荒野のイースス、ハリストス軍人ダグラスマッカーサーボツ。画像は記念館中華民国原種、小介石没ビート肉の詩人アレン・ギンズバーグ生命。画像は白頭。ありがとうございます。